22歳になりまして今はね、ありがとうございます、東京の方で普通に活動してて、昨日はたまたまイベントがあって、サクラスプリングっていうイベントで名古屋の方に行ってきたんですけど、普段は東京で活動してるので、よかったら機会があれば、またなんか動画で見かけていただいたり、見てもらえたら嬉しいなって思っております。よろしくお願いします。あ、かわいいちゃん、走れ走れ、メイクです。そうね、じゃあなんでこのベトナムフェスティバルに私が出演しているのか、つながりなんですけど、ベトナムダナン、わかる人ダナン、あ、わかりますね、ほら皆さん、女子旅人気ナンバーワンですよ、ダナンって。そう、ベトナムダナン の観光テーマソングを歌っております。ありがとうございます。それがですね、私がだから17歳の時ですね、にリリースした楽曲で Feeling Good っていう楽曲があるんですけど、こちらがベトナムダナンの公式テーマソングになっております。ベトナムダナンにホテル三日月もオープンしたと思うんですけど、ホテル三日月さん のフロントの方にも私の楽曲展示していただいたりとか、すごくお世話になっておりまして、またね、ベトナムの方にも去年も行ったんですけど、今年も行けたらなんだって思ってますので、ベトナムの方よかったらまたベトナムの方でお会いしましょう。あ、ありがとうって、ワンちゃんも見てくれてありがとうございます。暑いですよね皆さんね、飲み物飲みながらやってくださいね。で、その次歌う曲がその Feeling Good っていう楽曲なんですけど、これは好きな人を思う気持ちだったり、そんなキラキラした女の子の楽曲になってます。皆さんよかったらサビで一緒に手振る振り付けがあるので、ナイスナイス、一緒にやっていきましょう。それでは聴いてください、 Feeling Good。 お願いします。
の下旅館から後でどっかでお会いしたら写真撮りましょう。以上、メイクでした。ありがとう。